それでは実際に予備試験合格者、司法試験合格者の徳永さんに口述試験のことについて聞いていきます。で、徳永さん、予備試験の口述試験、当日緊張しました？はい、ものすごく緊張しましたね。どういった対策をしてましたか？はい、一般的な話をすると、基本的に口述の過去問をずっとやっていました。それ以外には特に特別な勉強はしてないですかね？いや、民事だと要件事実の勉強や保全執行の勉強や民事訴訟法の担当式試験の過去問を民事でやってました。で、刑事では刑法各論と刑事訴訟法の担当の過去問をやっていました。ちなみに放送倫理はあまり勉強されなかったんですか？はい、放送倫理は過去問に出てる限度でしか僕はやらなかったですね。なんかあんまり放送倫理やらなかった理由ってあります？手を出すと限りなく広がっちゃうような分野だったので、過去問に出てないところは他の受験生もできないだろうっていうふうに割り切って、ある種ギャンブルですけど、かけてやってましたね。じゃあ試験当日のことなんですけど、民事刑事どっちが最初でした？初日が午後で、民事スタートでした。民事はどういった様子でした？そうですね、まず入ると、主査副査2人いるんですけど、1人が弁護士バッジつけていらっしゃって、すごい貫禄のある、ものすごいなんかザ放送みたいな感じの方で、すごい緊張しましたね。実際に聞かれた内容って覚えてます？はい、賃貸借契約における賃借人がその第三者に不動産を転貸した事案を中心に聞かれました。結構スムーズに答えられました？そうですね、要件事実とか、その基本的な賃貸借契約の規律はスムーズに答えられました。裁判管轄とか聞かれました？確か聞かれなかったと思います。聞かれてる年もあるみたいです、放送倫理は聞かれました？はい、民事で放送倫理が僕は出ましたね。執行保全は？執行保全は出なかったと思います。で、民事は結構手応え的にはどうでしたか？はい、その一般的なことは答えられたんですけど、その放送倫理でちょっとつまずいちゃいまして、そこは失敗点だったかなと思います。ちなみに刑事実務科目はどんなこと聞かれました？刑事実務は共同正犯と承継的共同正犯の論点を中心に聞かれた感じです。それは結構スラスラ答えられました？20問ぐらいあって、1問目が一番簡単なんですけど、そこを予備試験受験生なら間違いないであろうことをちょっと間違えて言ってしまったのが失敗したところですかね。で、これから口述試験受ける方いらっしゃるんですけど、その方に何か一言アドバイスをお願いします。はい、口述式試験の合格率は 90% 超えてて、ほとんど受かるって言われてますけど、それって裏を返すと落ちることに対してすごいプレッシャーを感じてると思うんですけど、それは皆さん同じだと思うので、緊張するなっていうのは無理な話ですけど、無理緊張せずに頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。